器屋さん店長須藤です。今日はアンドプレミアム2021-12月号、特集はよほ器を知る学ぶ楽しむという特集ね、器の写真が載ってます。で、この本の今日はですね、アイデア伊藤雅子さんに学ぶおやつ時間の器使いという話を、引き合いに出しまして、私が考えるおやつ時間の器使い、食器使いについて考えてみたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いいたします。さあ、今日もですね、ポイントを3つぐらいで5分ぐらいで最後までお話しますよ。さあ、1つ目いきましょう。1つ目、伊藤雅子さんに学ぶおやつ時間の器使い。ここには10個の例がね、載ってます。10個の例が載っておりまして、うち8、8つの例が無地の器を使います。無印良品じゃないですよ。無地の器を使っております。要するにデザインがない器を使っているってことですね。まあ、デザインがない器っていうのは一つね、やっぱり使いやすいなっていうふうに思います。そして2つ目。二つ目はですね、その無地の器も白、黒、茶色がベースであるということです。一つだけね、ちょっとね、個性派のプレートって書いてあるんですが、ちょっと難しい、濃いブルー系の色のがあるんですけど、それ以外で結構シンプルな白、アイボリー、黒、茶色なんです。まあ、茶色はね、木の器と茶色なんでそうなりますが、そういう色です。つまり、基本は結構なんでしょう、外してないってことなんですよね、二つ目は。で、三番目、絵がついているものも、周りに絵がついているというかね、基本的に。周りに、縁取りに絵がついているものが多い。多いじゃなくて、がなっている。ということが言えます。おやつ時間は大切な節目、器に入れると心も整うということですね。はい。まあ、例だけちょっと読み上げると、古い九谷焼のお皿には小さめの月餅をちょこんと。実は万能な黒い器、フルーツで色の対比を楽しむ。いいですね。イチジクが載ってますね。季節ですね。お団子のポテト感を引き立たせる輪郭縁の器。数種のおやつを盛るなら個性派プレート。フォルムが可愛いケーキはワントーンで品よく。茶葉の様子や味を見る、これ何て言うんでしょうね。拝見碗にトーファを入れてですね。というようなものが載っておりまして、非常に私とっても勉強がし、楽しいしです。ちなみに私がまあどういう器に載せたいかなと思うと、例えば、美濃焼ではないですね。はい。こんな、ハケメの、ハケメっていうかね、串目じゃない。の、これいいですよね。それから、まあ、美濃焼っぽいで言うと、ちょっとオリベの、こういった器に、こういう、ちょっとたくさん載ってる。それから、この四角のね、こういったブルーのものに、ちょんと載せてみるのもいい。かななんていうふうに私は思います。はい、今日はですね、アンドプレミアム2021-12月号の特集の中で、近藤雅子さんじゃなかった伊藤雅子さんに学ぶおやつ時間の器使いというお話をいたしました。今日のお話は面白かったでしょうか？役に立ったような方はぜひ高評価ボタンでお知らせください。それからご意見コメントお待ちしてます。またこの特集についての質問でも結構です。お答えできる範囲でお答えいたします。最後になりますが、チャンネル登録よろしくお願いします。というわけで、器屋さん店長須藤慎一郎をお送りした器屋さんチャンネル、今日はここまでにしたいと思います。じゃあまたね。